バーミングハムシャトルズワース国際空港はアメリカ合衆国のアラバマ州バーミングハムにある国際空港。この空港はアラバマ州最大の空港である。なおバーミングハム国際空港と呼ばれることもある。1993年から公式名称がバーミングハム国際空港となっていたが2008年7月16日バーミングハム市長のラリー・ラングフォードが公民権。 運動家のフレッド・シャトルズワースにちなんで空港名を解消する提案を行ったことを受け採決が行われ、同日バーミングハムエアポートオーソリティの理事会が空港名の解消を承認し、2008年のうちにバーミングハム・シャトルズワース国際空港に空港名が変更された。滑走路は3048メートルのと2164メートルの 長さのものが2本交差するように設置されている。ターミナルビルは地上2階の半円周型をしており、国内線、国際線とも同一建物を使用している。ターミナルビルは1階部分が到着ロビー、2階部分が出発ロビーとなっている。ビル内には通常の空港施設以外にも飲食店や土産物屋がある。コンコースは コンコース B とコンコース C の二つに分かれている。現在滑走路を拡張する計画があるが、着工予定は未定である。同空港内の案内板にはなぜか一度もこの空港に就航したことのない、ルフトハンザドイツ航空とエアーカナダが記載されている。当然ながら案内板に従っていっても、実際にはこれらの航空会社のカウンターは存在しない。2005年夏に、 ブッシュ大統領を乗せた政府専用機が飛来した。2013年8月時点では、アメリカン航空、デルタ航空、US Airways、エキスプレスジェット航空、サウスウェスト航空、ユナイテッド航空、アメリカンイーグル航空、ユナイテッドエキスプレス航空と多彩な航空会社が就航している。バーミンハム国際空港からは、以下の都市への直行便がある。 国際空港ではあるものの2007年6月時点では国際線の定期便の運航はない。ありがとうございます。